どうもハゼ釣りの鬼黒メガネです。今日はこちらちゃんとこれセリアさんで発売されてます天秤おもり付きちょい投げ仕掛けということで、こういうのが来るんですね。針8号ハリス 1.0 号ミキ糸 2.0 号ということなんですけど、これねセリアさん、これあの重りの号数書いてくださいよ。セリアさん、これ何号、ここが大事なんですよ。セリアさん、重りの号数を書いてくる。6号8号ぐらいな感じがするけど、ここの号数を書いてください。書いてません、これ書いてなーいね。やっぱどこをどう見ても書いてないや、ということで今日はこちらを使ってですねやってみたいと思います。これをですね曲げ、これちょっと歪んでない、これこう、結構力いるな、これこれをこう曲げましてね、こう曲げまして、パッケージの裏のね説明書にはこのまっすぐなところね、まっすぐピーンとまっすぐ伸びてるところに道糸を結んで、でこっちの折り曲げたところね、この L 字の折り曲げたところに、まあ付属の針ですね、これをくっつけるということになっておりますけれども、キスじゃないハゼ、今日ターゲットハゼです。ハゼは非常にまあちっちゃいんでね、当たりここにね、ここに針を、まあ、結ぶとするじゃないですか。そうすると釣り人がね引きを感じる、当たりを感じる時ってどういうことが起きるかというと、ハゼがこう重りを引きずらないとダメなんですよね。重りを引きずらないと道糸が引っ張られないから当たりがわからないということで、まあ別にいいんですよ、こういう付け方でもいいんですけど、ちょっと別の付け方します。はい、ちょっと改造しました。この折り曲げた先のここですね、ここつなぎ目じゃない輪っかの部分、ここをちょっとこじ開けまして、そこからこう仕掛けを通しまして、でまた開いたところをこうペンチでプライヤーで閉じて、こういう状態専門用語で言うと半誘導ですね、半誘導、こういう状態です。こういう状態、投げるときとか引っ張ってるときはこのまっすぐな部分のこの I にこの何ですか、サルカンが来ると、で魚が、まあ、これね仕掛けがあるんですけどね、付属の仕掛けが、まあ、ハゼが餌をパクついたときにこう動くと、こう動くことによってラインが引っ張られて当たりを感じるということですね。こっち側に仕掛けを直結するよりもこれが動くんで、仕掛けが、糸が、だから当たりが、まあ、より明確に伝わるということでございます。今回はちょっとこの改造しまして、半誘導にしてやってみたいと思います。いきますよ。ちょっとやっぱ重り重いな、アジングロッドがキップ負けしてる。はい、
ハゼちゃん。いればすぐ来てくるんだけどな。ちょっとミミズちゃんを冷蔵庫に入れてたらぐったりしちゃったな。おお。ちょっとあれかな、セリアさんの針が大きいかもしれん。今当たりがありましたよ。今当たりがあったけど、乗ってんのかこれ。あ、乗ってる乗ってる乗ってる。あれ今魚針があったけど、あ、あ、乗ってる乗ってる乗ってる乗って、いやー、いや、あ、これ C バスですね。シーバス釣れましたね。あ、引かないな。ラインが張ってる状態が、あのサルカンがこうまっすぐピンと伸びてるところに寄ってる状態ですんで、常にラインは張っておく。そうすると魚が餌をつついたとき、パクリくわえたとき、明確な当たりが感じ取れると。ピチャピチャ跳ねてるのはなんだ。おお、今なんかすげえでけえ当たりがあった。切れた。嘘だろ、嘘だろ、今なんかめっちゃでっかい当たり、なんだ今のは。主がいる、主が。これをぶっちぎった主がいる。でかかったな今のあたり。終了。